れてるかもしれないです。あ、じゃあ、はい、本気の演奏、はい、ちゃんとあの、はい、リンとしてシグレっていうバンドをもともとやってるので、あのシグレの楽曲を、はい、演奏したいなっていうのと、はいはい、で今日なんとですね、あのピエールさんのご厚意で、みんな、ね、いろんなライブハウスとかコーストとかって見るじゃないですか、まあ、コースト、まあ、ライブハウスとかね、うん、お客さんとして見るじゃないですか、はい、今日みんな後ろで見ていいんだって、っていうのはステージの上で上がってこう囲んじゃって大丈夫です。僕ね、そして俺の関係者は誰も見えなくなった。もうね、僕ピエールさん見えませんよ。あ、本当ですか。はい、では、はい、ピエールさん準備よろしいですか。良いので、はい、発音再生お願いします。はい、では曲紹介、まだかな、曲紹介したら再生をする。はい、はいはい、では凛としてしぐれの楽曲で2曲続けて、アブノーマライズ、そしてテレキャスティックフェイクショー。ですよ、思いましたけどね。素晴らしい。だって、はい、あの見れるよって言った瞬間の、はいはい、もうなんか、あ、もう彼もすでに笑ってるけど、もうニコっていう、はいはいはい、まあないですからね、なかなか。あのね、基本見せたくないですからね、普通のドラマとかって。あ、後ろから見られるのも嫌っていう人が結構多いんで、僕はなんとそう全く嫌がらず、素晴らしい、全部見せていくっていう、はい、ではそのプロとして仕事をするには、はい、まず、はい、高校生の私たちは何をすべきか教えてください。いや、分かんないですよね。あの僕も全く分かんなかった。何していいか分かんないっていう、てかむしろこの先どうなるのか全然見えない暗中模索の状態なわけですよ、はい、高校生とかって、まあ、自分ももちろんそうだったん で、うん、でまず基本的にはイエーイ、イエーイ、指定セッション。はい、アパートにドラムが置けません。ええ、どう練習したらいいでしょうか。そこで電子ドラムを購入するメリットとデメリットを教えてください。まずなるべくリハーサルスタジオが行ける範囲だったら、はい、リハーサルスタジオで練習した方がいいです、はい、街のスタジオで生のドラムセットに触れる時間をなるべく多く作るのが最初のうちはいいと思います、はい、で電子ドラムなんですけど、はい、メリットはとてもあって、はい、要は僕個人の見解としては、はい、電子ドラムの方が難しいんですよ、はい、演奏がすっごくシビアにタイムが出るんで、はい、ちょっとのズレがあの分かっちゃうんでバレちゃうんで、はい、あの本当に録音すると、はい、顕著にこうズレが分かっちゃうんで、だからさあみんな上がったかな。ピエールさんどうですか。バッチリですか。